年に一度の川越格闘技祭り、誠建設有限会社プレゼンツファイティングネクサスサブライブガイズファイト in 川越、今年も開催決定。その中でかつてファンクラスなどで活躍した田中康友がついに引退を決意。2016年のメインイベントを見事勝利で飾った思い入れのあるこのイベントで、波乱万丈の格闘技人生に別れを告げる。今指導していてすごい楽しいって言ってもらったりとか、若い人だけじゃなくてやっぱりいろんな人に興味持ってもらえるっていうことがすごい嬉しいので、強い選手を育てるのも確かにしていきたいんですけども、格闘技をすごい地元で広めていきたいっていう気持ちはすごい強い、楽しいなと思ってもらえたらいいな。これからは指導者として格闘技界の新たな道へ、田中康友のラストメッセージ必見。そして現代版キックの鬼山口高根が今年も参戦。スペシャルエキシビションマッチとしてミスター X と熱い激闘を展開する。さらにさらに、それ以上に激アツなファイトも同大会にはラインナップ。飯塚剛 VS 水沼元成。実はこの2人、かつては同門として同じ釜の飯を食った盟友同士。今回地元の格闘技を盛り上げるために、あえて公の場で思い切り殴り合うことを決意した。飯塚が格闘技を始めた頃から先輩として見続けてきた水沼。だいぶ実戦から自分も離れてたんですけど、まあ彼教えてどういう選手かっていうのが分かってるんで、まあ、自分がこう先行してリードして、まあ、2人で盛り上げて、判定とかじゃなくて KO でのお互いどっちが勝っても負けても、まあ、そういう見てる人が面白い試合をしていきたいなと思って。そしてその水沼に強さを認めてもらうため、ひたむきな努力を続けてきた飯塚。自分を育ててくれた人なんで、まあ、どこまで育ったかっていうのを、まあ、リスペクトを持ってっ倒しに行きたいな。最後パンチの打ち合いで自分が左フックの顔面で失神させます。自分は現役選手ですからね、絶対に負けられないです。はい、全てはこの愛する地元で愛する格闘技を盛り上げるため、同い年の盟友同士が自身の全てをかけて殴り合う MMA キックニュースタイルジュニア、そして親父ファイトまで、格闘技を愛する全ての人たちが集う年に一度の川越格闘技祭り。勝っても負けても、笑っても泣いても、一生懸命に生きる人たちは美しい。そしてまたここで生まれた人間ドラマがこれから先の人生を作っていく。 9.22 埼玉エスポワール伊佐沼、誠建設有限会社プレゼンツファイティングネクサスサブラインガイズファイト in 川越。それぞれが織りなすリングの上の人間ドラマ、今年もまた川越に格闘技愛が吹き荒れる。